川崎重工業ではコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しているよね。このギガセルを応用することで、航空母艦における艦載機発艦時に使用する電磁式カタパルトに使用できるとの主張を、2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023にてパネル展示したぜ。さて今回はこの大容量電池を、空母の電磁カタパルトに転用可能な件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。DSEI Japan 2023とは国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会で、防衛省外務省経済産業省防衛装備庁海上保安庁などの日本の防衛関連省庁の全面的支援のもとに2019年から日本で開催されているよ。今回の DSEI Japan 2023は2019年に続いて2回目となり、防衛セキュリティ産業に関わる多数の企業が前回を上回る規模で一堂に会し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して防衛装備品におけるイノベーションを巻き起こす場として期待されているんだ。川崎重工業では、グループ企業である川崎モータースが開発して製造販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示において、航空母艦の飛行甲板から艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトにする際の電源として、使用できると説明したパネルを展示したね。ニッケル水素電池は、乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源として、あるいはデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーに一部のノートパソコンの電池などとして広く普及している蓄電池で、川崎重工業が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、これまでにない高速充放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池だぜ。現時点においては日本国内の路面電車や、太陽光風力発電などの自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されるなどしていて、環境へ十分な配慮がなされたエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているな。その特徴としてはまず、バイポーラ 3D 構造によって電池のセル容量やセル数を増やせるために大容量化が簡単であることが挙げられているよ。このバイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セルによる構造によって、セルの表及び裏面がそれぞれ正極と負極になる構造のことで、セルの厚みを薄くすることができるほか、断面積の大きな隔壁によってセルを接続させることによるエネルギーのロスを最小限に抑えることができ、モジュール内に直列させるセル数を増やすことができるものだね。さらにギガセルは内部抵抗が小さいため高速充放電が可能なこと、長時間の使用が可能で耐久性が高いこと、環境や人体に影響を及ぼす可能性が高い鉛水銀カドミウムなどの有害物質が使われていないこと、常温で作動が可能なために設置場所に制約がないこと、電池内の電解液が水溶液系のものであるため発火する心配がないことなどが利点として挙げられているよ。路面電車の直流電化区間における地上蓄電設備としては、このギガセルのモジュールを40個直列に接続することで架線の電圧 1500V を満たす電力を得られており、架線の電圧低下時のサポートや停電が発生するなど有事の際に、緊急停車した電車を最寄り駅まで移動させるための電力として用いられているほか、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するために変電所などに設置されているぜ。川崎重工業の提案では空母の電磁カタパルトの電源として使用するには、電圧約 36V で容量 5.4mW ギガセル 30K7 型のモジュールを300個によって 32MW の高出力をできるとして、これらのモジュールを艦内の格納庫のようなスペースを確保してキャビネットに並べて設置するとしているらしい。これによって電磁カタパルト用のための発電用ボイラーを設置するよりははるかに小スペースが実現でき、しかもニッケル水素蓄電池はリチウムイオン蓄電池と違って発火する危険がほとんどなく、
空母が万一被弾したり艦内に火災が発生したりしたとしてもダメージコントロールをしやすくなるというよ。電磁カタパルトはこれまでの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率が良い新たなカタパルトとしてアメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められており、2022年時点でアメリカは実用化に成功してニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に搭載したんだ。また、中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、2022年6月17日に進水して現在偽装工事が進められている003型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点でその電磁カタパルトから艦載機発艦させることに成功したとしているのであるが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていないぜ。現時点ではまだ主流の座にある蒸気カタパルトはこれまでにアメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているね。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板には4畳の蒸気カタパルトを設置しているが、これらは少なくとも 99.5% の確率で最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母においてはこの上なく信頼できるカタパルトなんだ。しかし信頼性とは裏腹の欠点もあり、蒸気カタパルトにおける射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力を制御することが困難であるために重量が軽い無人機などを発艦させる際に、出力が強すぎて射出に失敗するなどの失敗が報告されているぜ。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているイーマルスの場合で、設計上では 90% の変換効率を達成することが可能であり、そのため大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機をそれが必要とする最適な発艦速度で射出することが可能になるらしい。しかし、これまで電磁カタパルトは大きな電力を必要とすることから通常動力の空母では無理とされ、その膨大な余剰出力から発電力を確保できる原子力空母でなければ搭載は不可能と言われてきたな。そのため中国海軍の003型空母復権も建造当初から電磁カタパルトを搭載するとの情報が出ていたため、原子炉を搭載して中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのでるが、結局は通常動力型の空母であることが判明し、中国側が電磁カタパルトだと主張しているのも証拠動画や画像が公表されていないことから、本当は蒸気カタパルトなのではないか?と疑う声も多く上がっているよ。電磁式カタパルトの利点はまだあり、発艦させる際にシステムの起動が早く、蒸気式ではボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するために、ボイラーからカタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに蒸気を送り込む際に、熱膨張によるパイプや機器の破壊を防ぐため配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気する必要があるのだが、電磁式ではそのような事前の保温が不要なのも利点だね。また、蒸気式ではボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が待機している間に冷めて水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターを保温しておく必要があり、そのためにエネルギーロスが発生していたぜ。そして、電磁式の最も大きな利点は発汗間隔の短縮が可能なことにあり、電磁式では45秒で再充電が完了するため、電力が確保されているのであれば理論上は1分で2機が発艦でき、通常で2分に1機の間隔で発艦可能な蒸気式よりも短時間でより多くの艦載機を発艦させることができるってわけだ。このように膨大な電力が必要とされ、原子力空母でなければ運用できないとされてきた電磁カタパルトだが、川崎重工業のギガセルでその電力を賄うことができるとするならば、日本の海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル並走で発艦させることが可能となり、防衛省では今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月に海上自衛隊第4護衛隊軍が X 旧 Twitter の公式チャンネルにおいて、
第4護衛隊軍司令部が第3護衛隊軍第3護衛隊母港舞鶴所属のヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表したね。さらに、X2 ヒューガが難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像を公開したぜ。さて今回は護衛艦ヒューガが関門海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この合同訓練に参加したのは舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の5隻であるが、なぜこのような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、またなぜ第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されておらず理由は不明なんだって。現在の護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍エスコートフロケラが編成されていて、各護衛隊軍司令は海将補が就任しており、1個護衛隊軍はヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻にイージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と、汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる1個護衛隊 DDG グループの2個護衛隊の8隻で編成され、4個護衛隊軍計32隻が有事に備えているんだ。海上自衛隊ではこの4個護衛隊軍を保有することで、訓練などについて周期的にローテーションを行いながら、常時1個ないしは2個の護衛隊軍を高度な連携状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応体制が整えられているね。そして、4個護衛隊軍を構成する32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に計16隻の護衛艦小型及び旧式の汎用護衛艦が配備されており、有事においては沿海防衛用の戦力として地方総監が運用を行うことになっていて、平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱においてこの護衛艦隊直轄護衛隊が6個護衛隊に拡大されることが決められ、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定だな。インターネット上のブログなどでは、今回の合同訓練の目的よりも第4護衛隊軍が X の公式チャンネル上に上げた関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量13,950トン全長197メートルと海上自衛隊の護衛艦では現在空母への改修が進められている。出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では幅500メートルしかなく潮流が速く海上交通の難所とされている関門海峡を通過したことに対して驚きを持って伝えられているぜ。ヒューガ型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦 DDH で、海上自衛隊としては初の全通飛行甲板を持つ護衛艦として、2004年度平成16年度予算でヒューガが、2006年平成18年度予算で伊勢が建造され、その後の同じく全通飛行甲板を持つ出雲型護衛艦出雲と加賀のベースともなったんだ。基準排水量13,950トン満載排水量19,000トン推定値全長197メートル最大幅33メートル、深さ22メートル喫水7メートル高さ48メートルの艦隊は出雲型に次ぐ大きさであることから、狭く危険なイメージがある関門海峡を通過したことを軍事系ブログなどが大騒ぎしているんだけど、関門海峡を通過できる船舶は喫水が最大で 11.4 メートルまでとされていて、喫水が7無のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル水線幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルと、ヒューガ型護衛艦より一回り大きい艦隊である出雲型護衛艦も通過することができるよ。それゆえに、ヒューガ型護衛艦や出雲型護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の呉基地に所属するヒューガや香川基地から東シナ海に進出する際には、
関門海峡を通過していくのはごく普通のことってわけだな。また関門海峡では、民間の船舶においても巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を見ると、2024年1月19日には全長288ムで総トン数が10万トンを超える超大型の LPG-LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向型護衛艦よりはるかに大きな船舶が日常的に通過しているぜ。関門海峡は、本州山口県下関市と九州福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の地名である馬関現在の下関市の旧称から取った関と、門司現在の北九州市門司区の門を組み合わせたもので、かつては穴と海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていたこともあったね。氷河期以前は陸地だったけど、最終氷期約7万年前1万年前の寒冷期にこの地に発達した河川ができて、花崗岩の岩石を削り流して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったとされているよ。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸と呼ばれ、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡呼ばれていて、メインの航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦とメカリの間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約500の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノットを超えることがあるぜ。そのため大型の船舶が通過できるとはいえ、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いため海難事故は絶えないのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過に細心の注意が必要であることに違いはないぜ。海上自衛隊護衛艦が関係した海難事故としては、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があるね。この事故は10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵左方向への転換を切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突したものなんだ。この事故によってカリナスターとクラマの双方に火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、クラマは艦首部が大破して乗員6名が軽傷を負ったが、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの乗員に負傷者はなかったみたい。この事故については、カリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことがそもそもの事故原因であるとされたんだけど、護衛艦クラマが衝突当時27ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、何もない洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘引した要素の一つであるとされたね。このように関門海峡が危険であることから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から挙げられているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや、鉄道在来線用の間門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の浚渫は難しいとされているな。また、関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下したマーク25や、マーク36などの機雷がまだ数百発残されているとの情報があり、船舶が触雷した報告もあるぜ。そのため海上自衛隊では下関基地隊を下関市に置き、第43掃海隊掃海艇豊島浮島を配備して、今でも関門海峡の機雷掃海の任務を与えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月22日、日本政府は2024年度令和6年度防衛予算案を閣議決定したことを発表したよ。それによると、
2024年度防衛予算案は総額で7兆9496億円に上り過去最高金額となり、その中で日本が初めてイギリス・イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の機体の基本設計及びエンジンなどの開発費用に、640億円が計上されていることが明らかになっているみたい。さらに次期戦闘機に関わる関連費用としては、イギリス・イタリアと共同で設立される予定の共同開発機関への拠出金として42億円が計上され、これも概算要求から2億円の上積みとなっているほか、次期戦闘機と連携して運用される予定の無人航空機の研究などに関連する AI 技術研究費として48億円、次期戦闘機に搭載される予定で日本が独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾284億円が計上されるなどして、総額で914億円となって、8月末の概算要求からは4億円が積み増しされたらしいぜ。さて今回は次期戦闘機開発及び関連開発費について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機の開発計画は2022年12月に、グローバル戦闘航空プログラム GCAP との呼称で進められていくことが、日本、イギリス、イタリアの3国政府から発表されていたが、2023年12月14日に3国の防衛省によって、この次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、規模 GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立させて、初代トップには日本人がつくことが決まっているよ。日本の次期戦闘機開発は、2035年に現在運用している純国産の F2 戦闘機の退役が開始されることを見越し、その後継機をアメリカ製の戦闘機の購入やライセンス生産ではなく、純国産で開発することから始まり、当初は F1 戦闘機から F2 戦闘機への受け継がれてきた純国産戦闘機の流れを受けての開発であったことから F3 戦闘機と呼称されていたが、その後2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱したんだ。IRE ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究開発においては当時の防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁が主体となって、三菱重工業によってステルス実験用航空機 X2 が試作され、2016年4月22日に初飛行し、2017年10月31日まで合計で32回の飛行試験を行ってステルス性や機動性の検証が進められ、エンジンもまた国産製造を念頭を置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトが提唱され、IHI によって XF9 が開発されるなど、アビオニクス関連なども含めて全ての面で国内企業が主導する形で開発方針とされ、様々な関連技術の研究開発が進められていたな。2020年度令和2年度防衛予算において初めてアイアウリーファイターの開発予算が計上されたことに伴い、それまでの呼称が改められて次期戦闘機と呼ばれることになったよ。そして2020年10月に防衛省が、三菱重工業を開発主体として選定し正式に開発契約を結んだことが発表され、その他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画することが明らかにされ、国内企業の総力を結集して開発が進められることが決定されたんだ。次期戦闘機における共同設計の役割分担は三菱重工業が統括するものとして、XF9 エンジンの開発を実施してきた IHI がそのままエンジンを担当し、機体についてはスバルと川崎重工業が三菱重工業に協力することになり、三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステム開発に携わり、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが明らかにされたね。このプロジェクトは総勢200人を超える大所帯となり、開発拠点としては主に三菱重工業の小牧南工場愛知県豊山町が選ばれたぜ。このように純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制は整ったものの、これまで戦闘機開発についてはアメリカの統制下に置かれ続けていて、
F2 戦闘機も純国産としていながらも機体設計はロッキード・マーティン製の F16 ファイティング・ファルコンの焼き直しに過ぎず、エンジンもアメリカのゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産であるなどのほか、アビオニクスなどについては日本独自の技術が織り込まれているものの、核心部分はアメリカによってブラックボックス化されているな。これらのことから防衛省では、日本の国内企業だけによる次期戦闘機開発は困難であるとの判断に至り、海外で戦闘機開発に携わっている企業による技術協力が必要であるとして、これまでの経緯からアメリカのロッキード・マーティンとボーイングにイギリスの BAE システムズの3社に絞って技術提携を模索したってわけ。2020年12月に、防衛省はこれまでの関係が深いアメリカのロッキード・マーティンを提携先として選定する方向で調整していることを明らかにし、次期戦闘機のインテグレーション支援としてロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピューターシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したよ。しかし2022年5月頃から、次期戦闘機開発の技術開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システム部に変更する可能性があることが指摘されるようになるな。その理由として、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍における次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍における次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないことからロッキード・マーティンの関心が薄いことが挙げられたらしい。またその一方で、BAE システムズはイタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでおり、日本の次期戦闘機開発と時期が重なることがあり、さらに防衛省の他の装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることなども理由とされていたぜ。そして、2022年7月19日にイギリス政府が日本及びイタリアと、次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表し、それを受けて2022年8月14日に日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったことが日本政府関係者によって明らかにされたってわけだ。これらの経緯から日本政府としては、ここまでに次期戦闘機開発は日本主導で進めることを旗印として掲げてきたことから、防衛省内では GCAP を合同で管理する義務のトップは日本が抑える必要があるとの声が強く上がっていて、戦闘機開発において技術的に明らかに日本より優れているイギリスに義務の本部を設置することは妥当としながらも、組織のトップが日本人となったと見られているんだ。参加国の提携企業は、機体開発では日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズにイタリアのレオナルドの3社が共同で開発を進め、エンジン部分は日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心となり、イタリアのアビオも加わる予定とされているね。また電子システムは、日本の三菱電機とイギリスのレオナルド UK にイタリアからレオナルドとエレクトロニカの4社が担当するらしい。その他には、イギリスのロンドンに本社を置く欧州屈指のミサイルメーカーである MBDA も専用のミサイル開発で参画することになっているぜ。これら企業の中から三菱重工業 BAE システムズレオナルドの3社が共同企業体 JV も設立され、本部はイギリスで初代トップはイタリア人となるというよ。MBDA が参画していることで、防衛予算に組み込まれた次期中距離空対空誘導弾について、防衛省がイギリスと研究中の空対空ミサイルジャナームジョイントニューエアープーエアーミサイル統合新型空対空ミサイルではないかとの見方が出ていたが、これは日本独自の国産ミサイルで現用の中射程空対空ミサイル99式空対空誘導弾 AAM4 と、その改良型99式空対空誘導弾 BAAM4B の後継ミサイルであることが報じられているな。防衛省では2035年度までに次期戦闘機初号機の配備を目指し、少なくとも約90機の導入を想定している一方で、イギリスも現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として2035年までの配備を目指しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。